サマルカンド銀行は、ウズベキスタンのサマルカンドに本店を置く銀行である。サマルカンド銀行は2000年に設立された。2008年、サマルカンド銀行は、オープンジョイントストックバンクへと移行し、正式名称は、オジシュビーサマルカンドとなった。サマルカンド銀行は、市中銀行として、個人、法人両方の顧客に対し金融サービスを行っている。 銀行の主要株主に占める割合は、法人が72.98%、個人株主が27.02%となっている。代表取締役は2008年9月17日より、バフティアール・アブドライフが務めている。サマルカンド銀行では、インターネットバンキングも取り扱っている。銀行の顧客数は、法人が548以上。 個人が4269人以上となっている。サマルカンド銀行は、サマルカンドに2つの支店を持つほか、フェルガナと首都タシュケントにも支店を有する。また、子会社としてリース会社のサマルカンドリースと、証券会社のマクロキャピタルを有する。2011年1月1日時点の従業員数は86人となっている。また、サマルカンド銀行は、 サマルカンドに本港を置くサマルカンドバンクカレッジにもウズベキスタン共和国中央銀行やウズベキスタン国立銀行などとともに出資している。ありがとうございます。